うもピアキングです。今日はこのコースやっていきます。トンネルオブフェイスかっこトロール、顔のトンネルということですね。で、説明文に How many faces have you seen? って書いてるでしょ。これを訳すと顔はいくつ見ましたかっていうことなんですよね。だからこのコース内に顔がいくつ書かれてるか見てみてっていうことなんじゃないかな。めんどくさやりながら全部見れねえって。だいたいね、この画面だけでも顔がたくさんあるんよ。制作者さんの顔、最速の人の顔、サムネの人の顔。あれ、ピクミンじゃね。お前ピクミンしろよいつもマリオメーカーばっかりやってないでさ、まあ僕ピクミン見るだけでお腹いっぱいになる人間なんですよ。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.4%。 そういや私明日歯医者に行くんですけど、歯医者って独特の匂いがあるじゃん。その匂い嗅いだら歯が痛くなる人っていない？僕めっちゃ歯が痛くなるんだよね、あの匂いで。あー、お前は歯並び良くていいな。外膜一緒やじゃん。絶対一人はいると思う。あの消毒っぽい匂いっていうのかな、あの匂い嗅いだら歯の奥がキーンとしてきてめっちゃ痛くなるんだよね。なになになに、これ上から受けないのか。トケピー。だから僕はもう歯医者に入った瞬間から治療なのよ。治療してないのに歯が痛い別にトラウマがあるわけじゃないんだけどね。なら派手なブロックを叩くしかない。いや、下にワンナップがあるな。何ザキ減らしてんだお前。そういや歯医者で面白い体験談があったんだけど、歯医者ってさ、ドリルをされるとき痛かったら手を上げてくださいねとか言われるじゃん。で、その時痛かったからさ、先生痛いですって手を上げたんだよね。そうすると先生が僕の手を持って、はいはい分かってますよって言って僕の手を下げたんだよね。え、先生これ意味あんのさっき聞いたのは何って思ってたこれやめちゃー。だからその後は地獄やったんですよ。先生痛いです、あかん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 、分かってますからね、あかんかんかんもう一生ここ行かねえみたいな、この歯だけ。いや今のは僕のボンミスでしたね。ここはジャンプすれば大丈夫。この魚はどう来るのかな、この場所によって大丈夫そりゃないぜ。ならば走って駆け抜けたいと思いますよ。どうせここもすぐ何が来るんだろう。クリア率が低いやつってすぐに罠が飛んでくるもんな。飛びは。この土管には入れませんでした。ならば下で待機だ。これで先に進めるのか、土管には入れるね。で、絶対次すぐなんか襲ってくるよ。お前は何手待ちしてんだよ。いつも 1H のことをストーカーって言ってますけど、本当にストーカーじゃねえか。ならここはスターダッシュだったらダメだったね。こっちはなんだよ、このピノキオが。マリオ付き結構あるあるだと思うんだけど、ピノキオとキノピオごっちゃになったことない？いや僕もね、最初はキノピオがキノピオだと思ってた。いや、キノピオがキノピオ、キノピオお前が一番わかんねえよ。ピカー。今のをバカにしてる、そこの君、キノピオとピノキオを交互に早口で言ってごらん。絶対そうなるから。キノピオピノキノピオキノピオピノ、ほらね、何の面白みもない。いや、ここ泣いていいのかな。できるこのメットをどうにかしてかぶせに来るかなと思ったんだけど、そういうわけじゃなかったね。で、この下は行く、いや行かない方がいいね。多分落とし穴だと思う、ただの。さあ、ロガに入ってきましたよと。ここは右。ああ、お前はさっきから何出待ちばっかしてんだよ、ヤマゴビン。よくコメントでね、滑舌悪くないですかって言われるんですけど、こうやって僕もね、普通に喋れば滑舌いいんですよ。ならば今からかっち割れたぜ頭。滑舌なんてどうだっていいのよ。このチャンネルはね、雰囲気で分け合ってもらえさえすればそれで十分なのよ。そう、全ては魂ソウルだ。いくぞみんな、ウルトラショーン。やべ、また流行らしちゃうかもしんない、ウルトラショーン自分で言っててめちゃめちゃ気に入ったわ。え、なにこれ、こういう風に遊んでいいの。まあまあそれはいいでしょう。なんだよ石橋、え、それ壊したら上行けんくらい、もう一回出てくる、いけー。はーい、皆さん、ここで謎解きタイムのお時間ですよ。ここで度数が出てくるってことは、うん、怖い。いや、先に叩けばいいのかな。うん、叩いても何も出ない。でもさ、この上行ったら度数出てくるよね。じゃあどうすればいいんだろう。あ、早めに行けみたいな。こう、なんで今度出てこないの。え、違いがわかんない。ここで何もしない。そうだろ、結構割れた。じゃあ左に行ってしゃがんでおいてみようか。これで大丈夫なんじゃない。当たることはないよな。そして右に進む、隠しブロックがあるのね。危ない危ない、なんとなくそう感じてたよ。ここも隠しブロック、キノコ様。お手洗いに行きたくなってきた。次やられたら行ってくるわ。でもこういう時に限って意外とやられないんだよな。コンビニ探してる時、なかなかコンビニがないのと一緒ですよ。ここはすぐこっちか。よしよしよし、中間中間シリエット君は僕をトイレに行かせてくれないのかい。さっきの魚も避けちまったしよ。
なんだここは。あの鉄球めちゃめちゃ速いスピードでこっちに襲ってくると思うね。だが僕は通りに行きたいからこの場所に何もしない。なんでだマジで行きたいんだって。え、やられないの？おいおい、勝ちまくってんじゃないよまあまあ調子がいいことはいいことだよな。もうこれは何？ピース1なんてどこにあるの？下に降りてみる？お前が出すんじゃな。めちゃめちゃすっきりしてきたね。今までハンデを背負ってたみたいなもんですよ。今から別次元の実力っていうもんを見せて差し上げようじゃないか。さあ中間ポイントゲット忘れてた。特に罠が変わってることなくここまで来れましたね。なら右端に寄っておいたらピースイッチが出る。そんで次はどうすればいいのかな。あの派手なブロックを叩いてみようか。そうするとやめろ。このコースさ、クリア率の割に意外とサクサク進めちゃうよね。いや煽りとかじゃないんだけど、もう少し罠が大量に来るのかなと思ってた。いや待てよ、僕が上手くなりすぎちゃったのかな。もう一度言うよ、僕が上手くなりすぎちゃったのかな。待て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 、調子に乗ったらすぐこれなんだから、もう少しおしとやかに行こうじゃないか。これはパックンが上に出てくるような仕掛けだと思うから、この無敵地下のまますぐ上に行く。え、どこまで行ってんの。あれ何ここ。あ、こっちが正解みたいな。土管に入れませんね。今自分から青い土管の方に入ってったって思うでしょ。めちゃめちゃ感性が効いてて右の方に連れて行かれたんだよね。何もだ。ここでジャンプしたら何かにやられたんだよな。ジャンプして左を審判か。ぐー、真ん中もダメ、左もダメ、ならば右を心配よ。なんだそのか。この雲の上に逃げろとかそういう感じなんかな。あ、やっぱそうだね、伝があるから。じゃあこれで土管に入っていきます。もうあそこのやり方覚えたよ。何もしないでいい。そうだ、それでいいんだ。おとなしく僕の言うことを聞け。うわっほほほ、何だっしょ。で、これは持ってっていいのかな。いや、一旦投げてみようか。あー、雪みたいか。バネを投げるのは合ってる。投げた瞬間すぐ上に行く。これで問題ない。さあ、この音符は踏んでいいのか、シブ音符なのか、シル音符なのか、どっちなんだ。シル音符。ちょっと気になっちゃうことがあるんよ。このバネを投げなかったらオンオフって変わんのかな。あら、普通に進めたね。ならさ、このバネ持ってっていいみたいな、そんな感じなんじゃない。じゃあこのドッスンをかわしいの、このキノコを取って右向い、あーやばい、これはまずいんじゃない。あ、でも一応右から抜けれそうだね。だから僕は抜けたいと思いますよ。ここで下に降りる。そしていけるか。はい。あはははははは、やばそうなっちゃうよな。でも行けるときは絶対来ると思うな。頼む、行け行け行け。え、これ何やってんの。これチビだったら行きやすいとかないかな。頼む、行け。さっさとやり直せ。でもね、あのバネいるような気するんだよな。ちょっとわかんないからあそこの方に置いておきます。そしてこのバネを持っていこう。いや絶対そうだと思うよ。そうしないとこのバネの意味がなくなっちゃうもんな。さあバネを持ってきましたよ。このバネで何かするのかい。顔が3つあるけど、ここは右に行けそうにない。ならばこの土管だ。この土管の先は GG って書いてる。今の GG じゃねえじゃん。あ、この先がゴールみたいだ。お願いします、神様。チェックポイント2が、あれ、これチェックポイント2とエンドって書いてる。そっちの意味じゃないんだよ。考える時間はくれないと。ならばチェックポイント2の方だ。ゴールにはまだ早すぎる。なあ、そうだろう。え、何この知りたい球みたいなやつ。このハテナブロックを全部叩いていけみたいな、そんな感じ。そしたらどっかバブルが出てくるとか、そんなんなんじゃない。え、出てこないの。え、なんもないじゃん。どういうこと。もうバネ教えてくれよ、頼むって。そのために持ってきた。もうこうやって遊ぶしかないじゃん、バネと。どっかなんかない、ここの隠しブロック。いや、これは無理なんだよな。右が開いたね。なんで教えてくれなかったの、バネ。お前が先に行け。ただのやつ当たり。ごめんよバネ、悪気はなかったんだ。全ては制作者のせいなんだ。ここがゴールなら一緒にゴールしようじゃないか。やったね。お前はどっか行っとけ。
いやシンプルですげえ楽しいコースでしたね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは黒コース、ドアーズフロアツーシークチェイズ。あのシークチェイズっていうのは追いかけるっていうことだから、ドアを追いかけるっていうことなんかな。まあちょっとよくわかんないんだけど、説明文にザ・ニード・フォー・スピードって書いてるんだよね。だから急がなくちゃいけないっちゅうことはわかっちゃうんよ。僕の見解じゃ急いでドアに入ることが必要だ。君に決めたみたいな感じで言うな。これで間違っちゃったらめっちゃ恥ずかしいぜ。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.64%。 いやいいよねこういうスピード系のコースって。スピランはそんなに得意じゃないんだけど、時間に追われるコースはめっちゃ好きなんだよな。さあ始まった。あ、最初は特に何もないんだ。この旅館に入ってから開始っていう感じだね。いや、どんなコースなんだろうな。鍵だ。どういうこと。え、あのテレサから逃げろっちゅうこと。これはめちゃめちゃ面白いって絶対に。待ってた待ってた、こういうの。なら最初右ダッシュしていこうか。そしてここで、いや早いなあいつで、キノコを取り入れで右ダッシュ。これ追いつかれない。お前早くね。このチョロップめちゃめちゃ速すぎだろ。あ、ここでジャンプすればよかったのね。そうすると距離が結構ある。いや来てる来てる、マジで来てる。この鍵いるの。ごめん。いやマジで来んな、もう来んなって。よっ、助けろよ。何なんだろうなこういうコースって。マジで公式のマリオのコース全部これにしてほしいわ。そんくらいぐらい好きですね。じゃあこのレールをなるべく乗りながら行けっていう感じでしょ。だから、いや今のところもジャンプ、いやでもジャンプしたらさ、あの鍵取れないよな。ここもレール乗りの、うん、床落ちたけど大丈夫。来んな、みたらしなんか、くしなんか、誰かけろ、俺を刺すな。この最初の鍵のままなんだっていう話だよな。2周目があるとか、まああったらあったで、ね、すげえ楽しそうなんだけどな。あとで鍵取れる場所があったじゃん、ここ。こっから戻るとかそんな無理じゃない。っていうかこれ追いつかれる。ここで床に乗らないようにする。いやいけんじゃないこれ、頼む。さっき結構いい線いったよな。ガーッ。でこれはね多分戻れないと思うよ。じゃあこの土管に入っていきます。2周目かい。2周目かな。ブンブン何もするなよ。あれゴール？やったさ。いやでも鍵の意味がマジでわかんないよな。ちょっと探してみていい？さあ今ね一番右まで来て鍵を取ってるんだけど、ここで一番左に戻ってみようか。そうすると鍵ドアに入れるとかそんな感じなんかな。でも針がマジで長かったから絶対いけないと思うんだよね。アイテムが降ってくるとかだったらいいんだけど。いや無理だよね。え？いらんもん設置すんな。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオパワーリープ飛躍力ということですね。でこのコースはコースの全体像を見たらパウ2つしかなかったんだけど、ゴールまでの距離がめちゃめちゃ長かったんですよ。だからパウ2つで遠いゴールまでたどり着けっちゅうことですね。で説明文にヒントみたいなのが書いてあって、スローパウ1ジャンプスローパウ2アンドジャンプオンイットって書いてるでしょ。これは2つのパウを投げて乗っていけっていうことなんじゃないかな。まあそれ以外考えられないコースなんだけどね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.14%。 いや難しいんだろうなクリア率が 0.14 なんてさ、何マスぐらいあるんだろうね。205マスぐらいあったらめちゃめちゃやばくない。さあこのパワーブロックを2つ投げて多分乗っていってまたパワーブロックを投げるっていう感じだと思うんだけど、とりあえず投げてもう1個バサバサバ。まず1個乗るのが難しいのよ。とりあえず絶対に乗れるこの辺で投げておいてみようか。そしてもう1個投げて、あ、こんな感じでいけばいいんじゃない。これだったらどうなるかだよね。まあこんな簡単にクリアできるわけないと思うんだけど、届く？ゴール遠くね。ならこの1つ目をすごく遠くに投げて、さらにそれに乗っていけみたいな。いやこれ来たんじゃない。いや3回目にしてめちゃめちゃ上手いと思うよ。さあこれでゴールが見えると思うんだけど、さあ届け、いけ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 。あえ、どうしよう。もうあれ以上いいポテンシャルを出せる自分が見えない。これもう気力ごっそり取られたわ。くじけるな、これを見てる人に届けるんだ。やればできるっていうことだ。あめえよ。左から勢いをつけて投げるでしょ。でなるべく遠くで乗っちゃいねえの。これでいいんじゃない。乗っちゃいねえのとかわけわかんない言葉を言いましたけど、クリアできればいいんだ。何もったいねえことしてんだ。多分今ので結構いいところまでいけると思うんだよな。ここから投げる。でなるべく右側に行った後、ここから慎重に行こうか。どっから飛べばいいかだよな。早く飛んでもマリオの勢いがなくなっちゃうからさ、ここら辺から飛んでみようか。ブヤー。
ちょっと待ってね、早く飛べばいいじゃんって思ってる方に言うわ。こっから早く飛んだとしてもどんどんねマリオのスピードが遅くなるんだよね。ほらわかる？パワーブロックが追いついてきてるでしょ。だから落ちるギリギリでジャンプしなきゃいけないのよ。ってことはさっきも言った通り、ここからなるべく勢いをつけて右に投げる、それに乗ってこのパワーブロックに乗る、これ以外方法はないと思うんだよな。さっきこれでギリギリだったじゃん。今度こそ届いてくれ頼む。いけー、なんで今度は見えないの。むずいよ、むずすぎるよこのコース、お前のせいで、お前のせいだ。見たか、もう俺に逆らうな。真面目にやります。そろそろねこっちもゴールしたいんよ。ていうか親指の皮がずるむけてんのよ。30分近くやってるからさ、ずっと同じことをさ。頼むこれ、好きだー、ゴールボールか。振られちゃった。いやめちゃめちゃ惜しいところまで来てるんだよな。あとちょっとなんだけど、そのちょっとがマジで全然届かないの。これはなかなかいいよ、マジで集中していく。ちょっと無言になるわ。いや本当にクリアできると思わなかったな。クリアできてよかった、めちゃめちゃやってるからね。見てください皆さん、この激ムズ最難関コースで最速を取ってやりましたよ。これで僕は世界一パウを投げて乗るのが早い男になれましたね。ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。どうもありがとうございました。そしてご視聴ありがとうございます。プリップリッピッピッピッパプリピーパプリピッピプリッピッパプリピッパプリピッピッピッパプリピッ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 ピ